幸せで君を見た、息を飲めない金髪。よし、言うぞ。緊張するんじゃない。よし、言うぞ。心に決めたんだ。よし、はっこいのこかった、マックスかきです。本日はですね、めでたいご報告になります。いやー、皆さん、今結婚式みたいなね、BGM ね、後ろで流してると思うんですけども、私、アキラ、あ、アキ、ついに、ランクに、星がつきましたー。いやー、大変めでたいですね。しかもよ、リーグマッチやる友達全然いないんで、ほとんどガチマッチで経験値上げて、ランクに星つけたんですよ。いやー、これはね、本当に誇りですわ、俺。俺誇り？いや、俺は誇り、誇り、いや、誰が誇りやねん。数々のバトルを乗り越えてきた君へ、ついにランク99になったようだな。おめでとう、ありがとうございます。いや、なんかね、周りはね、もうね、ランク99になってる人なんて、もうとっくにいるんだよ、星ついてる人って。それでも俺は達成感ある、嬉しいです、素直に。広場に君と話したやつがいるらしいぞ。ほー、誰だ、誰だ、誰に話しかければいいんだろう、わかんねえよ。多分ジャッジ君か。うら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 、ブン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 、俺はもう大人になったんだ、卒業したんだぞ、ランク。俺は星ついてんだ、てめえら。あれ違う、あ、合ってる。ついに99になったような真の生かしたプレイヤーだ。イカですよ。はいはいはい、星1にしておくぞ。あ、ついに星がついてしまいました。ああ、まあまあね、はいはいはい、施設をこれまで利用可能、はい、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます。で、星がついてることは大切なんていうの見えているぞ。うわ、星1から3にランク上げて、どんどんその中からじゃなくね、オーケー。いや、もう星ついたらモテるわ、俺。いや、よく来てくれたな。今、直接あなたのお尻に話しかけてるよ。私の名前はアフロだ。透けてるのは死んでるからだ。気にしないでくれ。今回一つね、企画をやりたくての、ランクをね、星つけたっていうのはね、みんな知ってると思うんだけど、ランク星つける前と星つけた後、星つけた後の方が強いんじゃないか説、やっぱ一回りね、男として強くなってると思うんだ、あいつは。だからね、それを検証していきたいと思います。なので、まず1試合目は、星つく前の動画、で、2試合目は星ついた後の動画、それでね、もうね、強さの違いをね、架空で、見つけ見てみらおうという企画になります。ってことでね、星つく前の試合からどうぞ。はい、ってことでですね、この試合は、声を取ってなくて、動画だけ取ってたんですけど、ランクがね、俺以外星ついてるんですよ、まず。で、2400エクスパワー超えてて、ローラー使ってたんで、一応取っとこうみたいな感じで取っといたやつです。で、多分、パソコンに残ってるってことは、多分いい試合だったんじゃないかなと思って、今一応厳選して見ていくんですけども。まあ、だからスピラの実況今日できないんで、全然この試合どうだったか覚えてないんで、まあ、トークテーマを今回は持ってきて、それについて話しながらこの試合を見ていこうかなと。で、まあ2試合目の方がいい試合になると思うんで、2試合目はまだね、俺やってないんで、これからなんでね。はい。ってことで、1試合目まず味方が解けてますね。ってことで、じゃあまず適当にね、トーク選んでいきたいと思います。なんか以前募集した質問コーナーの質問からちょっと選んでいこうかな。質問コーナーね、早くやれ早くやれってみんなに言われて、全然やってないんですけれども、まあいつかまた3月に上げれればいいかなと思って、はい、撮影するんで、それまで待っててください。ってことでね、質問コーナーで使わないような質問を、ちょっと今日軽く答えていこうかなっていう感じでやっていきたいと思います。さて、じゃあ適当に質問。じゃあこれからいきますか。ポン！はい。はい、こちらなんですけれども、正直わからないです。はい、これはなんでわからないかっていうと、俺、何歳ぐらいかな？ 22 年前ぐらい？ 20 歳ぐらいの時に、なんかわかんないけど、ケツ痛くなったんですよ。蒙古タンメンの、なんでかわからないんですけど、ってかわかってるか。蒙古タンメンの北極っていうめちゃくちゃ辛いラーメンがあるんですよ。もうラーメンっていうのかもわかんないぐらい辛い、なんかもう本当に激辛ラーメンみたいのがあるんですよね。で、それを食べたんですよ。そしたら、もう本当にケツが痛くて、もうやばくて、それで病院行った時に、おじさんっていうか医者、お医者さんが男の人でおじさんだったんですけど、指グワーン入れられて、なんか変な、でっかいなんか変なやつ入れられて、それで、そういう開発っていうのがよくわかんないんで、それが開発っていうんだったら俺は開発されてますね。おじさんに。うん。しかも、なんか助手の人にも見られてましたね、絶対。泣きそうですね。はい。だからそれが開発っていうんだったら、開発済みです。開発点はよくわかんないんですけども。いや、マジグワーン入れられて、俺も、うおーってなったから、声出たもんだって。うん。あ、試合勝った。あれあれ試合勝っちゃったよ。あれあれ、まだトークテーマいっぱいあったのに。ちょっと待って、汚い話しかしてないんだけど。マジか。あれあと、あれ、ラーメンは塩、豚骨、醤油っていうコメントちょっと読みたかったんだけどな。いや、これに関しては、味噌です。なんで味噌がないのっていう話なんだけど。強俺
ってことで2437。お、1000切ったね。わあ、じゃあ次の試合はもっと強いんだろうね。じゃあ星続いて、あの強くなった俺をどうぞ。しゃあやっていくぜー。お、続いて X パワー2230、めっちゃ低い。よし、あるぞこれ。でね、矛のローラーになっております。いやもうこれ余裕だわ。今もうランク星付きだよ。だって俺星ついてるって、もうさ、ハンターライセンス、ハンターハンター見てる人だったら知ってると思うけど、もう一生遊んで暮らせるぐらいのレベルよ。で割って、ここいるでしょ。え、なにこっちこっち、あ、低い低い低い、